サー・クリストファー・コールは、アメリカ独立戦争、フランス革命戦争、そしてナポレオン戦争に従軍した有名なイギリス海軍士官であり、バスクン爵士である。この3つの戦争でも功績を挙げたものの、彼の名を凍らしめたのは、1810年と1811年のオランダ領東、インドでの功績である。この偉業により、アンボン島とジャワ島の攻略が可能になった。コールは海軍に入って間もない頃、カリブ海の広い範囲の航海をはじめ、アメリカ独立戦争末期の対フランス作戦と、いくつかの大規模な戦闘に参戦した。その後の平和時もコールは海軍に留まり、エドワード・ペルー艦長と共に作戦を立てた。二人の共同任務は、その後20年間続くことになった。軍人生活末期には、スリナム方面の作戦を褒められ、ペルシアの君主であったファトフ・アリーシャーとの外交任務を成功させて称賛されたが、この成功の後、ペルーとの関係が壊れた。ペルーはこの時、インド洋における指揮官だった。1810年、コールはオランダ領東、インドに派遣された。当時イギリスはこの地を攻略し、要塞のあるバンダネーラ攻撃するための作戦の最中にあった。作戦の当初はかなりの損害を出したが、コールは自ら小規模の隊を率いて、この島の主だった要塞へ向かい、そこを攻略して完全降伏させた。これは1811年のジャワ侵略につながったが、これもコールが計画して実行したものだった。大きな賞賛と多額の報酬を得たコールは、ナポレオン戦争末期に政界入りし、1836年に死去するまで、庶民院議員として2度当選を果たした。チェサピーク湾の海戦。コールは1770年の6月に、父ハンフリーと母、フィリスの息子として、コーンウォールのマラジオンに生まれた。1780年、9歳の時に海軍に入隊し、ディグビー・デント艦長指揮下の戦列艦ロイヤル・オークに乗艦した。このロイヤル・オークには、兄のジョンが従軍牧師として乗っていた。当時ロイヤル・オークは北アメリカ沖に駐留していて、アメリカ独立戦争に参戦しており、後にコールはデント艦長について、レーゾナブル、そしてラッセルに配属された。ラッセルは、西インド諸島に駐留しているサミュエル・ドレイクの旗艦であった。コールはラッセルで任務についていた1781年4月にフォートロイヤルの戦いにコールも参戦した。その後また転属となり、1781年9月には戦列艦プリンセサにドレイクと共に移った。その翌年にかけてプリンセサは多くの海戦を戦ったが、その中には1781年9月のチェサピーク湾の海戦、1782年1月のセントキッツ島の海戦、1782年4月のセインツの海戦も含まれていた。ベルサイユ条約によってアメリカ独立戦争が終結した後も、コールはハリファックスで兄弟のフランシスが指揮官を務める12門艦トレパシーに乗っていた。1783年5月、コールはトマス・フォーリー艦長のアトラントに移り、1785年2月まで乗務した後、フリゲートのウィンチェルシーに移った。このウィンチェルシーの艦長はエドワード・ペルーだった。ペルーとコールは、その後20年にわたって、長く親密に仕事をすることになった。コールは3年間ウィンチェルシーにいた後、ドレイクの推薦で、クラウンに転属となった。クラウンは、ウィリアム・コーンウォリス准将のもと、1789年の末にインドに派遣され、昇進がかなり遅れていたことに苛立っていたコールも、翌年の1月に、海試験に合格した。この合格の遠因となったのは、11月のドレイクの死だった。エドワード・ペルー・コールは、その後4年間インドに留まり、クラウンからコーンウォリス指揮下のミネルバへと移り、1793年6月に代理会医としてリチャード・キング艦長のビエンエムに乗艦した。1793年9月、艦医試験合格から4年以上も経って、コールはついに海医となり、その翌年にアイルランド沖のジョン・ドリュー艦長のセルベリウスで任務に就いた。これは、チャタム卿ジョン・ピットの直々の命令であった。これにより、コールは最近昇進したにもかかわらず、セルベリウスで最年長の海医であることが確実になった。1795年6月、コールは、西インド諸島のヒュー・シーモア艦長のサンス・パレールに移動し、1799年にはスリナム侵攻に加わった。この侵攻でシーモアはコールをダホ艦のスリナムのコマンダーに昇進させた。ファトフ・アリー・シャー・コールはスリナムで指揮を執っていた間、多くの巡洋航海を成功させた。その中には1800年3月に2隻の試薬船を拿捕したこと、そして商業用スクーナーの再打破やカリブ海で乗組員の健康を保つために新しい規則を導入したことも含まれていた。1801年、シーモアは熱病で亡くなったが、コールの活動はすでにシーモアに代わって就任したジョン・ダクワースから認められており、1801年の6月30日にダクワースの旗艦レバイアさんの直任艦長となり、翌年にはフリゲートのサウザンプトンの指揮を執った。コールがサウザンプトンの指揮官になって間もなく、アミアンの和訳により、フランス革命戦争は終わって、サウザンプトンは退役した。1年も経たないうちに、ナポレオン戦争が始まり、コールは第一線に戻った。ペリューの推薦を受けて、少将となり、自らの旗艦、カローデンを指揮した。1804年、ペリューはインドに派遣され、コールも共に3年の間、ジャワ方面作戦に参加した。ストレスの多い極東での任務で、コールとペリューの関係は亀裂を生じた。1807年の3月に、コールは新造されたフリゲートのドリスの指揮を執った。1808年、ドリスはペリューの命令により、ペルシアの君主であるファトフ・アリー・シャーの元へ向かう。ジョン・マルコム率いる外交使節団を護衛するために派遣された。この役目の間、コールはペルシア湾沿岸のブーシェフルに滞在し、ベンガル総督からの謝意、そして500ポンドの謝礼を受けたが、彼の指揮はペリューから公然と批判された。マラッカ海峡ドリスはペリューの後任となったウィリアム・オブライエン・ドリューリーの指揮下に入り、マラッカ海峡での任務に派遣された。これは、フィリピンのスペイン政府と共に任務に就く関係を得るためのものだった。コールはうまくこれをやってのけ、フリゲートのキャロラインの指揮を1809年に取り、その翌年には船隊の指揮を任された。モルッカ諸島への攻撃で、コールの自由意志に委ねられていた。コールは防御が盤石なバンダネーラへ航行すると、8月10日に大胆な攻撃を計画し、要塞へ突進した部隊は、ここの占拠に成功した。翌年、コールは、ジャワ侵攻の指導的役割に立ち、ロバート・ストップフォード少将の下で侵攻を成功裏に終わらせた。この功績により、1812年5月には、ナイト爵に叙せられ、特注のメダルとオックスフォード大学の名誉博士号を与えられた。1813年、コールはヨーロッパに戻って海峡艦隊で戦列艦リッポンの指揮を執った。1813年には損害を受けたフランスのフリゲート、ウェゼを拿捕した。1814年にはフランスの軍艦に拿捕されていた価値の高い貨物を積んだスペインの財宝船を再拿捕した。1814年9月1日、リッポンは退役し、コールも34年間続いた海軍での経歴に幕を下ろした。34年間の軍人生活への見返りとして、1815年にコールはバス勲爵を授与された。その同じ年にナポレオン戦争が終わり、マリア・テレジア軍事勲章をオーストリア帝国から、聖ゲオルギー勲章をロシア帝国から授与された。また、ウィルチェスター卿の娘で、ウェールズの地主であるトマス・マンゼル・タルボットの未亡人で、あるメアリー・ルーシーと結婚した。彼女とは長い付き合いがあった。メアリーは最初の結婚ではこう得ていたが、この二人の間には子供がなかった。バンダネーラの作戦での名声により、1817年にはグラモーンガンシャーから出馬して庶民院議員に当選したが、翌年に議席を失った。1820年に再当選し、1830年まで議席を守って、その後、メアリー・ルーシーの連れ子である、クリストファー・ライス・マンゼル・タルボットにその議席を譲った。1828年、海軍は彼の栄誉を称えて、王室ヨットのロイヤル・ソブリン艦長に任命し、1830年には海兵隊大佐に任命された。1836年、コールは、ウェールズのカーディフに近い、キルロイの自宅で生涯を終えた。夫人のルーシーは1855年まで生き、そしてママ子であるクリストファーは60年間の議員生活を送った。ありがとうございます。